一番サポーターに挨拶するときにいろいろ考えたんですけども、やっぱりありがとうの言葉しか浮かばなかったんですけども、いろんな人に支えられてこんなに長く東京で現役生活を続けられることができました。子供を借りて多くの人に支えられて、久子に感謝をして、挨拶をしたいと思います。まずチームの関係者、サポーターの、すいません。チーム関係者、スポンサーの皆様、今までいろいろ協力していただき、そして記念グッズ、そしてこのようなセレモニーをいろいろと準備していただき、本当にありがとうございました。そして今日鹿児島から出てきてくれた父、母、姉、兄、東京で今年頑張ってこいって背中を押してくれました。それがあって東京で頑張ってくれました。ありがとうございます。そして僕も影から支えてくれた妻、のりこ、ありがとうございます。